やーハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオゲニハマです。はい、現在7月23日土曜日の午前2時59分ですね。はい、先ほど夜更かしの歌3話、そしてプリマドール3話で重く揃い線行かれまして、さあここから彼女をお借りします。シーズン2、4話ですね、行きたいと思います。はい、もう自己紹介最後にしますね。はい、名前だけ。僕はマジラジオゲニハマと言います。瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカ、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち出しです。はい、最後にね、自己紹介と今のパフォーマーのですね、悲惨な現状をちょっとね、お聞きいただければと思います。はい、では早速いきましょう。 D アニメストアですね、彼女をお借りします。セカンドシーズン4話、いきます。3、2、1、スタート。さあ、前回はマミがちょっといい言うて、怖いよな、これ。何を。まあ、前回はいいラッキースケベがありましたね。最後の和也が可愛かった。さあ、マミが一体何を言いに来たのかな？ほほほ。ああ、最終回ね、一気の。最低の逃げ。きつ口に塩のけ。変な間のけ。図星。まあ、図星もな。
あのカバン誰のやったとか聞かれへんかったか。おお。グーって。いやー、でも裏では SNS に悪口書いてるからね。おお。ダークマミ。キベや。これキベは知らんもんな。俺か。もうちょっと一気に見直してないんですけども、ほんま一気の時はね、ルカちゃんと付き合いや思ってましたから。めっちゃ楽しそう。スッポン、ニンニク、アボカド。3720円、すっぽん2000円とあっか。彼女入ります。鍵した。幸せもんが。タララッタッタ。ハセコか。冷え。入れた。カレーにビールって。すっぽんカレーレシピ。怖いねんけど。破壊力の塊やな、これ。ビール入ってんのに。よし、カラカリ見返そう。
剣を。久々に本当の彼女ならカレーの効果が嘘ついてる。かわいい。おお、大雨。100%。これはしゃあないな。台風。これはしゃあない。これ不可抗力や、これは。おお、スケスケ。にやり。これ、召し上がれ。麦茶。カレーシャツってやつやね。そういえばルカちゃんって初対面でパンツ見せたな。作詞名。あれ隣千鶴って知らん。そうやな、知ってるよね。その時は明らかに殺しに来てるだろ。ギブギブ。クソ幸せもめ。この髪の毛ですら俺を刺激してくる。僕一回抜いとくか。テカテカやな。バレるんちゃう。何かしました？何もおうて。やったな。バレとる。ほう、すげえ。80.6K。
完全にコンドーム。ここわざとちゃうの、これ。でもかわいそうやね、ここまでアピールしてんのに。あれから30分、もんもんもん。あ、来た。これ来たな。スリスリ、サワサワサワ。おお。攻めるね、ルカちゃん。なんでこういうおっぱいやねん。これって、おお。まあまあまあ、ルカからしたら嬉しい言葉やね、これは。嬉しいかな。ゴロゴロリ。あ、かわいいかわいい。バフ。
真面目やね、和也は。あら、かわいい。あら、かわいいね、こりゃ。こういう出来事起きひんかな。顔。結局、一睡もしてない。今回はもう、マミ&ルカ賞でしたね。マミ2割、8割ルカ賞でしたね。ここ好き、このイラスト好き。C パートはなさそうやな。あとは。新。さあ、果たして千鶴はどういう。あ、聞いてる。このピンクって千鶴かな、これ。誕生日と彼女。よいしょ。はい。いやー、よかった。よかった。むっちゃよかった。その、と、一挙、ごめんなさい。見返ししてないんですが、僕の記憶ですよ。僕がカノカリ見たのは、もう夏アニメの2020年夏アニメ、リアタイで見たんですよね。初めてリアタイで見たアニメが、カノカリ、ド級変態エグゼロス、宇崎ちゃんは遊びたいの3作やったんですよね。ほんで、実はリアクションも撮ってたんですけどね、全部消えましたけど。で、確かね、最後の方でね、ルカちゃんがね、千鶴のおばあちゃん、さゆりさんだかな、に、なんか、カズヤがね、ストーカーかなんとかって言ったような覚えがあるんですよね。ルカちゃんのことを、ストーカーとかなんか、そういうニュアンスのことを言った気がして、何ちゅうこと言うねんみたいなことを思ってた覚えがあります。そういったものも含めね、今までいろんなアプローチをしてきて、ことごとくこう、
跳ね返されたというか、なんというかね。やけど、今回、ついに報われた。あ、ええー、顔してたな、布団の中で。さあ、ね、でもマミーよね。マミーは一体何が狙いやねん、あれ。完全に、なんか揺さぶりかけてきてるよな。何が社会見学やねん、みたいなこと言うてたし。あのバッグが、千鶴のやと、分かってしもたら、果たして。で、大学の中に千鶴いることも知ってるんよね。確か、一期で一緒に海行ってなかったかな。4話とか、その辺で。あれ違ったっけな。大学にいることは知ってたっけな。ちょっとその辺も含めて、もう一回やっぱ一期見直します。見直さなあかんわ、これ。でも、アルカちゃんパワー、今回やばかったね。天気ももう呼んでたんかな、もしかしたら。ねえ、スッポンカレーにビール入れたりだとか、まあいろいろとこうね、ほんまに和也に振り向いてほしくて頑張るのがもうけなげてたまらんね。で、確か、一期の何話やったかで特殊エンディングがありましたね、確かね。ルカちゃんの、なんかちっちゃい時からのシーンが映る特殊エンディングがあった覚えがある。あ、ほんでですね、当時、うわ、二期やったー言うて喜んでるリアクションも撮ってたんですよ、実は。で、そこから速攻で2週目行ったはずなんで、要は2年見てないんですよね。2週はしてるんですけども、2年前に2週目してるんでね。いや、せやから、まあ今回ルカちゃん良かったですね。で、しかも最後千鶴に聞かせるようにね、言うて、しかも千鶴がちゃんと聞いてて、はぁって言ってたね。一体何を思うんでしょうか。いや、ルカちゃん今回グッジョブでした。マジで。マジでグッジョブでした。久々やカズヤの口から抜くとね、のね、単語を聞いたのは。あれもルカちゃんやっぱ可愛いね。ちょっと、さらしなルカの余韻がやばいかもしれない。はい、ということで彼女をお借りします。シーズン2、4話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。はい、ここから自己紹介と現状について語りますんで、興味のある方は来てくださいね。はい、僕はですね、こういうことをやってます。普段はね、主に子供たちの前でやればできる、諦めない。これを伝えたくてね、パフォーマンスしてますが、もう現在、本気でコロナに人生ぶっ潰されてます。なんと3月までに87連休、続いては26連休、続いて40連休、続いて45連休と。で、ほんまは次10連休でした。今日、明日仕事やったんです、僕は。7月唯一の。それがコロナの陽性になってしまってね。亡くなっちゃって。はい、今月も収入ゼロです。なんと今年、収入まだ16万円です。もう7月も終わんのに。そんなね、きっつい状況の中でね、仕事収入ほんまにない中でね、不安しかない中で、一生懸命この YouTube 活動やってるんですけどね。残念ながら再生数見てください。ほとんど2桁ですよ。チャンネル登録もほんまに伸びずね、もうほんまにしんどいしやめないと。ずーっと言い続けながらもね、やってます。続けていけばね、いつか花咲くんやと。道が開けると、そう信じてますんでね。まだ諦めずやってます。しかも去年1年5ヶ月分の動画を失ってますんでね。はい、それを乗り越えて活動継続しております。なんとご覧ください。今日で848日です。ね、続けてやってますよ。まあそれでもね、今のところ報われてないんで、まあしんどいのはしんどいんですけどもね。しかもですよ、ここは僕がもともと一人暮らしをした家なんですけども、2017年9月28日にね、16年8ヶ月僕は一人暮らししてましたが、母が東京でね、ちょっと犯罪に巻き込まれ、東京に住んでたんですけどね、すっからかんになっちゃってね、うちに来たということで、はい、ワンルームで同居しております、母と。つまり、起きてる間、一切撮影できません。今寝てます。声出せません。こんなアニメのキャラクター見たことないでしょ。ね、こんなことをしながらもね、頑張ってますけども、マジで再生はね、チャンネルも伸びず、一度4月の25日、メンタルがいって、僕はやめますという宣言出しましたが、まあ、思いのほかね、多くの方が応援してくださっていることが分かったので、まあ、再生数少なくてもね、感謝は忘れちゃいかんということに気づきました。はい、いつもご視聴いただいて皆様ありがとうございます。はい、ただね、僕はパフォーマンスをする姿を皆さんに知っていただきたいので、ぜひね、過去のパフォーマンス、もしくは再生、ジャグリング、パフォーマンス、雑談という再生リストから一つでもいいんでね、ぜひとも動画見てください。お願いいたします。そしていつかね、生でショーを見に来ていただければと思ってますので、貯金をなんとしても待たさないといけない。はい。まあそんなね、まあ僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールすべて説明文に載っけてますんでね、ぜひ見てやってください。そしてよかったらホームページも見てください。はい。で、過去のね、アニメのリアクション動画、再生リストに作品別にまとめてます。そして最後、今年の9月ですね、驚きの発表がありますんでね、
こちら楽しみにしてください。僕はこれでもし何の反響もなければ、多分 YouTube やめます。マジで、それぐらいでかい発表があるんでね。はい、お願いいたします。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、アニメリアクション職人ことマジラジオ芸人浜和でした。それでは、失礼します。